こんにちは、美術作家の松尾彩香です。今回は広島の福屋八丁堀本店から会場でお届けしています。こちらが私の作品になっております。私は油絵を使用した作品を作っています。最近の作品の特徴としては油絵の具プラスアルファの画材を選ぶようにしています。この作品では背景に銀色の箱を使用していると同時にグリッターパウダーを使用しておりまして、粒の光沢が少し動画では見づらいかもしれないんですけど、こう粒々の光沢が光るようになっています。見えますかね。今回は道具の方も会場にご用意しております。これは実際に普段私が使用している画材の一部です。絵の具はいつもパレットでこのように持って絵を描いているんですけれども、こちらの作品を作る際に実際に使用した絵の具となっております。普段はこんな風に混色をして絵の具を作ってます。こちらの作品も全て新作を持ってきました。前回は2月に福屋八丁堀さんではやらせていただいたんですけれども、その時にあった作品とは全て一新した作品になってます。ぜひゆっくりご覧になってください。